ロクさんのもう無料動画自体にもまあ答えがあったりとかするわけじゃないですか。そうですね、はい。どういうこと？ほぼ答え言ってます。言わなくていいのに、はい。ほぼ言ってます。言ってくれてたりするじゃないですか。はい。みんな答えだけ見たいんですよね。そうですね。答えだけ見て分かった気になるんですけど、はい。そうじゃなくて、はい。その答えに至る途中式はい。が組み立てられないと、はい。ちょっと問題があったらもう分かんないわけじゃないですか。そうですね。途中式をどんだけ作れるかなんですよね。そうですね。答え見て、これ答えこれで合ってるんだ。はそれはいいんですけど、い。ええ。映画ですよね。ロクさんが昔美容師時代にその、あ、そうですね。跳ね上げをはいこの位は置、なぜ、この位置に跳ね上げを作ることは簡単だと。い。はい。ただ、この位置になぜ、この人はこのお客さんに作ったのかっていう考え方をはい。盗まないと、はい。お客さん変わるわけじゃないですか。そうですね。じゃあ同じ跳ね上げ作ったって、なんでこんなとこ私跳ね上げ作るんだよってなっちゃうわけじゃないですそうなんですよ。か。そこなんですよね。そう。だから、本当におっしゃる通りで、美容師の時って、まあ、結局結果出してる先輩がいたわけですよ。僕、絶対に、なんか、師を選ぶ時って結果出してる人なんですよね。なんか、他で選ばないですよ、あんまり。結果を抜群に出してる人は自分の師匠にするって決めてるんですけど、で、まあ、当時の美容師時代の時の先輩も、やっぱ抜群に結果出してる人で、まあ、誰が見ても結構可愛いスタイル作る人だったんですよね。で、お客さんの反応を見てても、なんかすごい、まあ、申し訳ないですけど、他にもいろんなスタイリストいたんですけど、一番幸せそうな顔してたんですよ。鏡を見せた時の顔が一番輝いてたんですよね。で、ああ、もうこの人だなと思って、僕、やっぱりその人に教わることに決めたんですけど、最初は全然相手にされなくて、まあ、いかに相手にされるかっていうことを考えてこう、いろいろやってったら、まあ、最終的には弟子にしてくれたんですけど、やっぱり最初はなんでここに羽が、その人からしたら当たり前なんですよ。このスタイルで、この顔の形で、この雰囲気だったら、ここに羽が1個あっても可愛いよねっていう当たり前の感覚も僕にはないわけですよね。そうですよね。はい。そもそもなんでそこが跳ねると可愛いんだろうみたいな、そういうところからなんで、もう繰り返し見るしかないんですよ。もうひたすら、もう来る日も来る日も洞察してましたよね。なんでこれが可愛いのかって見るしかできないから、教えてもくれないんですよね。なんか分解して説明もしてくれないんですよ。もうとにかくこれが可愛いんだよみたいな その感覚で掴んでくれみたいな感じなんですよね。そうですね。そう。だ言葉ではもうなんか言い表せないところだから、とにかく見ろと。あ、わかりました。じゃあ見ますって言って、もう後ろに立って、ずっとその後ろ姿と、顔とか、メイクとか、いろいろ見て、それでなんかコピーしていった感じなんですよ。だから簡単に言えばもう繰り返しですよね。僕、潜在意識ってどうやって変わるんですかって言ったら、繰り返し以上って言ってると思うんですけど、今思い返したら繰り返しなんですよね、単純に。繰り返しただけ。その可愛いスタイルを見続けたから、自分のその感覚が手に入ったってだけなんで、やっぱ動画もそうですよね。動画とかもそうだし、こういう話のやり取りとかも繰り返しによってなんかこう考え方って伝わってくるところがあるんで、それなんかこう本一回読んだだけとかでその著者の考えが伝わるわけないんですよ。そうですね。だって自分の解釈のフィルターで見てますから、伝わるわけなくて、いかにその人と長く時間を共有して、いかにその人との情報をたくさん触れてるかにかかってるんですよね。だからそれは本当にもう20歳ぐらいの時からなんか無意識に分かってた感じはしますよね。素晴らしい形ですね。ただあまりにもちょっと方法がまずかったっていうのもありますけど、ちょっとその時は若すぎたんで、何が何でもその人についていくみたいなところがあったんで、なんかこうノーって言えないとかね、あ、これはやりたくないですとかできないですとか一切言えなくて、それで病気になっちゃったところもあるんで、はい。だからそういうなんか気づきもすごい大事でしたよね。でもそういうのを経てっていうところがあるわけですからね。今はそうですね。またさらにもっともっと全然進化できると思ってますけど、今の状態としては、まあなんか振り返ると、ああ、確かに繰り返してたもんなとか、潜在意識は繰り返しによって変わりますっていう知識が僕はなかったんで、なんかもっと特別な何かをしなかったら変わらないんじゃないかとか思ってたんですけど、勉強していったら、あ、繰り返し以上みたいなシンプルなんですよね。
そうだね、はい、痩せるためにはどうする、食べなければいい以上みたいな、はい、もう世の中めっちゃシンプルなんですよね本当に、はい、稼ぐためにはどうするんですか、いや仕入れて売りましょう以上なんですよそのためのなんかそうなんか枝葉みたいなのは自分で考えたりしなきゃいけないんですけど、もうすごいシンプルなんだけど難しく考えすぎてるのは自分なんですよね結局いろんなこと、はい、そこに本当に気づくのがまあ重要っていうか体感で、ああそうなんだなっていうふうに感じられるかどうかっていうのがポイントになってくると思うんで、過去の自分いらないってことですね。要するにそういうことですね、簡単に言うと過去の自分いらないです、うん、まあ、富林さんもよく言ってますよね、はい、過去は関係ないとか、まさにその通りではありますよね、はい、未来から逆算して生きていかない、生きていってるわけですからね。そうですね、だ今の自分が何にサポートされて行動を起こしてるのかですよね、はい、過去の自分とか、まあ 今の自分にサポートされてるってことは過去にサポートされてるってことなんで、はい、まあ、過去の自分にサポートされた思考とか考え方で今を生きてたら、まあ、過去の延長線上の未来になるんですけど、はい、未来にもう完全にこうなるっていうふうに決めてこっちから逆算して今の行動を考えたら、まあ、例えばまあサボろっかなって思った時に、いやいやいや今月収いくらですとでこの状態キープしたいならサボっていいですよと、はいはい、でサボったらまんまと維持されますからっていう状態なんですけど、未来から考えたらこれサボっちゃダメだよなと、だって行動足りないもんって思って行動するか、この2択なんですよ単純に、シンプルにこの2択なん で、はい、でこの2択をいかに1回ずつ夢の行動に変えていくかなんですよね。そうですね、はい、もうただそれだけなんで、それを積み重ねていったらいつの間にか達成してましたみたいな、こういうプロセスなんですよ夢の達成って、はい、だそれもなんていうんですかね、まあ腑に落とすにはやっぱり多少時間かかったりとか繰り返しなんかこう動画を見たりとか話を聞いたりっていう必要はありますけど、はい、やっぱりこうこの感覚が腑に落ちてくるとなんかこう自然と不安に感じなくなってきたりとか、あなんか絶対自分で成功するんだろうなみたいな変な自信が、あの今まさに安村さんがおっしゃってたようなカード絶対なんか焦がさないといけないみたいな、はい、いやいやでもそれって単純に対象がカードなだけで、はい、今度お金を稼ぐっていうことにこうその対象をずらしてそれが自信が持てれば絶対叶うんですよね。その感覚と同じ感覚をお金を稼ぐっていうところに持ってこれさえすれば叶っちゃうんですよ、はい、だから意外とその今までやってきて確信を持てたこととかを考え直して今やろうとしてることに当てはめると実際はできちゃったりするんですよね、はい、こういうのもなんかこう気づきなんですけど、普段何も考えずに生きてたら全く到達しない考え方だし、ハードで言えば、はい、日々は気にするんですけど、はい、あ明日からまたか明日から帰れるとか、はい、それはいつも頭にあるんですけど、はい、いくらしか使えないとか、うん、あ今何万円で抑えなきゃいけないっていうのが今全くないなと思ったんですよね。あ全然ないんだ。だから、あ、もう、やべえ、50万だ、やべえ、とか、まあ、なんか、気づいたことないですね。ないってことですよね。はい。ってことは、おかしいと思うんですけどね。で、本来は、転売とか物販やってる人にとっては致命的なところなんですよ。いやいや、その致命的っていうのは、はい、資金に限界があるっていうのが致命的ってことですよ、ね。もちろんそうですよね。そう。だからそこがまずクリアされてるってことは、はい、あとやること一つなんですよ、はい。相場感広げましょう。以上なんですね。はい。やること決まってるんですよね。はい。だからすごいもう安村さんの今の状態だったらもっと簡単に考えていいってことなんですよね。そこまで思い込めてると、はい、絶対にカードは返せますと、まあ、例えば、まあ、もっと分かりやすく言うと資金1000万円ありますと、はい、自由に使っていい資金が1000万円ありますと、はい、その状態でじゃあ戦ってくださいってなったら、でしかも行動も毎日ちゃんとできてますと、はい、そうなったら課題がもう潰れてるわけですよ。まず資金っていう課題はなくなってますよね、はい、クリアしてるわけですよ、はいはい、1000万という資金で稼げるだけの、利益っていうのを生み出すことができると、はい、で行動面見たら、まあ、それも行動面で、まあ、コーチングしていくとしたら、はい、まあ、1日中 その時間とかも記録して見たりするんですけど、それがちゃんとできてるっていうことであればそれもクリアしてますと、はい、あと何ですかって言ったら仕入れができるかできないかですよね、はい、で販売も別にうまく滞ってないっていうことだったらそれもクリアしてますと、はい、こうやって見ていくわけなんで、はい、やることもこれじゃないですかって見えてきてるわけですよね。本当そうですよね。本当そうなんですよ。はい、だそうやってやっていけば、もう科学的に利益は絶対上がっていくんですよね。
はい、よっぽどなんか天変地異みたいな変なことさえ起きなければ、はい、もう持続的に利益を上げていくことっていうのは絶対可能になってくるんで、はい、いやそれがあの安村さんに対してはそうなんですけど、他の人になると全く違うアドバイスをしなきゃいけない状態なんですになるんですよね。まあ、まず資金がクリアしてないとか、まあ、また違う、また課題が別に、そういうことです、全然違う課題が出てきちゃうんで、でそれをそっちはそっちでクリアできている人もいるわけですし、そうですね、はい、まあまあそれはいろいろですよね、10人いたら、そうですそうです、トイロなんで違うですね、はい、だから本当にアドバイスのまあするポイントっていうのが変わるんで、まあ本当に僕もそういうのは、僕自身もそうなんですけど、課題がやっぱりあって、あの人と比較するとやっぱ違うというか、ああ自分にはこういう課題があってここをクリアしなきゃいけないんだなとかっていうのがあるわけなんですよね、まあ、先生からも言われたりもして、はい、ああここやっぱり弱いなとかあるわけなんですけど、はい、そこが見えてればね、あの楽ですよね、はい、うん、なので、その物販に必要な致命的な部分が、まあ、資金面でクリアされてるっていうのはだいぶ、まあ、アドバンテージっていうか、まあ、クリア、まあ、無人島にあるわけじゃないくせに勝手に思っちゃってるみたいな。でもいいと思います。あの、それは今の状態だったらいいと思いますよ。あの、本当はお金って無尽蔵にあるって思い込めた方がいいんで。はい。うん。あの、まあ、これもね、説明また、本当にね、深く説明していきたいなっていうふうに、はい、思うんですけど、お金は絶対に無尽蔵に増えますって思ってた方が増えるんですよね。はい。もう空気って、もう、ないって思わないじゃないですか。空気がなくなるかもしれないって不安に思うことってないじゃないですか。はい。なぜなら空気あるからですよね。そうですよね。この状態にお金も持ってき、もう考え方っていうか、その空気のようにお金が増えていくんだっていうような思い込みに入ったら、はい、もうお金って絶対増えるんですよ。はい。でももちろん一筋縄にはいかないです。はい。だって、じゃあ今空気と同じようにお金もがね、たくさん入ってくるって思い込んでくださいって言ったら無理ですよね。なぜか。現状に、ね、あの影響を受けるからですよ。はい、貯金通帳の数字見たら絶対無限にあるなんて思えないですよね。そうですね。ここをどうやって思い込んでいくかっていうのが、まあ、いわゆるマインドセットになってくるわけなんですけど、はい、うん、さっきの、そのあるかもしれないしないかもしれないっていう話とかあったじゃないですか、はい、あの肉体っていうのは触ればあるように感じるけど、でもまあ量子力学的に言ったらこれすり抜けるっていう感覚なんですよね、はい、まあ、あの要するに粒子が回転してこう触れるんだけど、実際はその回転してなかったらもうすり抜けるようなもんなんだと、要するにあってあるように見えてるけど触れるように感じるけど実際はないようなもんなんだっていう世の中なわけですよ。これお金に対しても同じことが言えるんで、だからそういう観点とかを持つと逆にその思いやすくなったりとか、お金のこの数字もあるようでないようなもんなんだから別にあるって思ってもいいよねとっていうふうに思えたら少し思いやすくなるんですよ。はい、いやこういうのとかやっていくんですよね。だから面白いですよね。はい。だから実際は空気のようにお金が入り込んできますって思い込めたら勝ちですよね。そうだね。はい。ハード、実際にはないってことですからね。え？ハードってことは、はい。実際にはないってことじゃないですか。まあないですよ。はい。言ったらないですよ。だって、ないですよ、ね。どこにもないですよ。信用だけですよ、それ。わけですね。はい。だからそもそも信用って意味じゃないですか。はい。クレジットって。そう、信用ですよね。そう、だから物じゃないし、物質、まあ単なる数字ですよね。はい。うん、でもその数字に、でも僕たち一喜一憂しちゃうわけですよね。はい。数字が減ったらなんかこう、だるくなるし、食欲なくなるし、はい、なんかこう、下手すると病気になるし、みたいな。はい、そうね。で、数字が増えたらなんかすごい楽しい気分になるしって、影響は受けますよね。はい、でもこの影響をなるべくこう少なくしていきつつ、あの淡々とやるべきことをやるっていうのが合わさった時にものすごい効果が出るわけですよね。はい、うん、だ結構 この話も面白いっていうかあ、面白いですよね。そうなんですよね。面白いと言いますか、はい、そうなんですよ。面白いんですよね。だからかなり今回の、まあ、数字っていうのは達成していろんな気づきがあって良かったんじゃないですかね。そうですね。うん、まあ、もちろんここから先もっともっとっていう風に思われてるとは思うんですけど。もちろんそうですよね。全然もう上は上限なしっていう風に決めてもらって構わないですし、はい、あのでもあれですよね。ひたすらカメラで稼げるところまではもうとことん貫いていって、はい、ある程度のところまで数字を持っていって、まあ、そこからいろいろ展開っていうのはもちろんできますしね。はい。はい。まあ、僕みたいにこう動画配信したりとかもできるでしょうし。はい、
はい、他のいろんなビジネス展開っていうのもできるでしょうから、はい、もうとにかくそのコンサル期間中っていうのはもう絶対に何があってももう止まるところを知らないというかね、はい、最後まで走り抜いていただけたらなとは思ってます本当に、はいはい、そんなところですかね。まあ今1時間話しちゃいましたね。もうそんなに経っちゃいましたか。結構僕の中ではもうあっという間でしたね。一瞬すいません一瞬で過ぎたように感じました。じゃあもういいよ、もうためになるお話をたくさんいただいて。あ、いやいや、とんでもないです。僕もなんかいろいろ気づきが聞けたのですごく僕もためになりました、勉強になりましたね。ありがとうございます。なんか他に伝えたいこととか、なんかこれ言うと困っちゃうんですけど、皆さん伝えたいことっていうと、え、いやもうあれですよ、はい、やはりもうお金持ちなんか舐めたら飽きまへんってことですかね。ああ、なるほどですね。はい。もうやるべきことをやって、まあ、そうだね。特にお金持ちになりたいんだったら行動し続けると。し続けるしかないですよね。し続けるしかない。まあシンプルなんですけど、まあその行動を阻んでくる感情との向き合いとか、はい。いろんな自分の内側との戦いに打ち勝つっていうところですよね。ね、なんか、あれですよね。なんか敵は我にありみたいな、なんか昔そんな言葉ありましたけど、はい、あはは、そんな昔はそれ言うの聞いても、はい、何かっこつけてんのって思ってましたけど、あはもう結局そういうことなんですよね。その後説明してくれる人が当時いませんでしたけど、はい、今考えるとそういうことですよね。そういうことですね。まあ、周りじゃないんじゃない、まあ自分っていうか潜在意識との戦いですよね。潜在意識ですよね。はい。もうなんかね、いろいろ本読むと見えない巨人っていう表現したりとか、なんか神様っていう表現したりとか、人によってその表現方法違うんですけど、はい、僕の中ではもう全部潜在意識のこと言ってるんだなと思ってるんですよ。本当脳みそって自分の味方じゃないんだなって本当にここ数ヶ月強く思ってますね。はい。あの全然邪魔してくるなと思うんですよ。味方になる部分ももちろんあるんですよ。はい。うん、はい、もちろんありますけど、はい、なんかやっぱりこう綱引きグイグイ食うなっていう。そうですね。なんかこう、保身に関してはすごい守ってくれるんですよ。はい。自分の生命を守るためとか、自分の命を守るためにはすごい一役買ってくれるんですよね。はい。現状維持するっていう意味では。要するに、危険なところに行かないようにしようねっていうのが現状維持なんで。はい。だけど僕らが求めてるのって、その危険をかいくぐってでも目的地にたどり着きたいっていう目標があるわけですよね。はい。そうなった時に初めて邪魔になっちゃうんですよね。だからもうフィグイ、そう、グイグイ行きますもんね。そうですね。だからプラスにもマイナスにも働いていて、ただ単純になんかこう現状を打破しようとした時には最大の敵になっちゃうっていう、普段は最強の味方なんですけど、はい、あの目標を掲げた瞬間に最大の敵になるっていうね、そういうなんか光と闇属性みたいな両方持ってるんで、ね、そう、そことうまく付き合っていく必要があるってことですよね。はい、うん、戦う時間を短くしていかないといけないですね。そうですね、もう分からせるってことですよね。あ、はい、君出てきてももう意味ないよと。はい、はい、あのそれをまあもう本当にそれこそずっと言ってますけど、腑に落とすっていう感覚、はい、もうその言葉しかないですね。はい、うん、腑に落ちてれば、あの別に その潜在意識が顔を出してもはいはいはいってこうなだめられるようになるんで、はい、あでも僕は行くねってこうスッと行けるようになるんで、はいはい、それが今回の数字を作ってる間にめちゃめちゃこう引っ張ってきたと思うんで、めちゃくちゃ来ましたね。めちゃめちゃ来ると思うんですよ、はい、だけどそれを怪しながらなんかこう進んでいくみたいな、はい、そう、その感覚をなんかこう忘れずにこう今月も来月もやっていったら結構いい感じになるんじゃないかなと思ってるんで、はい、頑張ります。はい、ぜひ頑張ってください。はい、というところですかね。ちょっとまあ1時間超えたので音声はこのぐらいにしたいと思います。はい、引き続きちょっとコンサルしていきますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。今回の動画があなたの何かの良い気づきになったということであれば、高評価、SNS 等への動画拡散をよろしくお願いします。チャンネル登録いただきますと、新着動画の通知が届きますので、ぜひよろしくお願いします。動画の下記にメルマガ登録 URL もありますので、メルマガ登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。感謝いたします。